ベイビーモンスターのデビューパフォーマンスに対して様々な反応が届いています。第5世代のガールズグループではかなわない SBS の音楽番組インキガヨテのベイビーモンスターのパフォーマンスは多くの注目を集め、ネットユーザーの様々な反応を引き起こしました。 YG エンターテイメントの最新グループがこのパフォーマンスを通じて待望の音楽番組デビューを果たし、キャリアにおける重要なマイルストーンを記録しました。グループのファーストエクステンデッドプレイであるベイビーモンスターが4月1日にリリースされました。このアルバムには7人のメンバー全員がフィーチャーされたトラックバッターアップとスタックインミドルが含まれています。またタイトルトラックシーシュには多くのリアクションがありました。特にそのミュージックビデオはネットユーザーから正反対の反応を集めています。例えばブラックピンクの音楽スタイルに類似しているとしてオリジナリティの欠如を批判する声が上がっています。しかしグループのライブパフォーマンスは見るものに全く異なる印象を与えました。彼女たちのタイトルトラックとミュージックビデオが冷ややかな反応を受けたのに対し、音楽番組でのライブデビューはファンや視聴者からの称賛の嵐を巻き起こしました。そのパフォーマンスは彼女たち7人の舞台上での存在感、ダンス、そしてパフォーマンス能力の高さを示し、観客を魅了するだけでなく SNS も賑わせました。彼女たちのデビューパフォーマンスを祝う数々のポストが投稿され、一部のファンは彼女たちを第5世代 K-POP シーンで最も優れたパフォーマンスグループとして認めるほどの熱狂を見せました。ミュージックビデオとライブパフォーマンスの反応の顕著な違いは K-POP の独特な側面を浮き彫りにしています。それはライブパフォーマンスの重要性です。ファンはベイビーモンスターが批判を乗り越え、彼女たち独自のエネルギーやカリスマ性、そして溢れる才能で観客を魅了できると確信しています。ステージでの存在感やボーカルに関しては申し訳ありませんが、他の第5世代のガールズグループでは競うことはできません。 K-POP 界の15歳で誰も未だかつて知きたほど才能があったことはありません。彼女のステージでの存在感とライブボーカルを見たら、誰も音楽番組への初登場だとは思いません。彼女こそが私たちの万年モンスターです、といったコメントが寄せられています。一部のネットユーザーは彼女たちのレーベルの先輩との音楽的な類似性を理由にシーシュに批判的な意見を持っていますが、明らかにベイビーモンスターはライブパフォーマンスに関して独自の立場を確立することに成功しています。ベイビーモンスターがデビューした直後、ライブパフォーマンス能力への称賛が集まったことは彼女たちにとっての有望な未来を示唆しています。タイトルトラックの評価が賛否両論あるにもかかわらず、ライブで観客を魅了し活力を与える能力は業界での地位を確固たるものにするための鍵となるかもしれません。今後の彼女たちの活躍から目が離せません。続いてです。 SM との専属契約を満了した後、ボアが K-POP アイドルとしての引退を示唆。 K-POP の女帝として知られるボアが契約満了に言及し、アイドルとしての引退を示唆したことで懸念が高まっています。その K-POP アイコンの最近の SNS での連続投稿は、彼女が音楽業界からの引退を考えていることをほのめかし、大いに話題となりました。これは、アルバムリリース前に過去のすべてのインスタグラム投稿を削除し、亡くなった兄以外のすべての人をフォロー解除した、彼女の暗示的な行為の後に起こったものです。4月6日、代表曲「オンリーワン」の歌手であるボアは、業界からの引退をほのめかす発言でファンを心配させています。彼女がインスタグラムに投稿して混乱を招いたメッセージがそのきっかけとなりました。契約が終わるのでトレーニングを終えられるかな。ボアが残したメッセージに混乱した多くのファンは、彼女が実際には引退という意味を伝えたかったのかもしれないと様々な考察をしました。その後ボアは最初の投稿を修正して、彼女が実際には引退を意味していたことを認めました。最終的にボアが突然引退を口にしたことの意味について、さまざまな主張がネット上で交わされました。ボアは2000年にデビューし、昨年まで23年間活動してきました。音楽シーンからすぐにでも離れるかもしれないという不安を抱いているファンたちに安心感を与える投稿もしました。私の契約は2025年12月31日まで続きます。
その時まで私は歌手ボアとして幸せに最善を尽くします。だから心配しないでください。私の愛しいジャンピングボアズ。このようにはっきり述べたにもかかわらず、彼女が契約終了後に引退するつもりであるか、それともこれが彼女が SM との契約を更新しないことを示すヒントであるかどうかについて、再び憶測が広がりました。ファンはまた、彼女が休息を取った後に他のレーベルで新たに音楽活動を始めるのか、あるいはアーティストとしての活動をやめてプロデューサーなどの別の役割を引き受けるのか、ということに興味を持っています。しかし、ボアがエンターテイメントシーンから離れることを示唆するような混乱を招く行動をしたのは実は今回が初めてではありません。3月20日にも彼女は突然過去の全てのインスタグラム投稿を削除し、また亡くなった兄を除いて全ての人をフォロー解除したことで騒動を巻き起こしました。エムプティネスが3月26日にリリースされる前に宣伝のためにそれを行ったと説明するファンもいますが、彼女が写真のキャプションに私がいなくても大丈夫と追記したことで懸念が高まりました。もしボアが本当に引退するのであれば、ファンやネットユーザーは彼女の決断を支持し、彼女がもはや誰にも何も証明する必要がないことを伝えるつもりです。彼女が13歳の時から K-POP シーンを支えてきたという10年以上にわたる功績を称えるでしょう。そのためファンは彼女に対して、今は自分自身に焦点を当て以前にできなかったことをするように望んでいます。続いてです。ニュージーンズの次回の B 面トラックバブルガムが日本のシャンプーの CM に起用されることが決定しました。この度 CM で初公開されました。4月7日、日本のシャンプーブランドエッセンシャルがニュージーンズのメンバーをモデルに起用した動画広告を公開しました。春のエッセンスを思わせる新鮮なイメージとともに、ニュージーンズの新曲バブルガムの一部が BGM として流れます。以前の報道ではこの曲が彼女たちの次回のアルバムの B 面曲として収録される可能性が示唆されており、ファンは韓国語版と日本語版の両方を熱望していました。この CM の60秒バージョンはもちろん、30秒バージョンと15秒バージョンもぜひチェックしてください。ネットユーザーが反応を共有する中で、オンラインフォーラムは興奮で沸き立っています。おお、フルバージョンがすごく良い感じがする。これは間違いなく春の雰囲気だね。フルバージョンが待ちきれない。これはまさに完璧な B 面トラックのように聞こえる。もっと聞きたい。これではあまりにも短すぎる。これがコーラス。素晴らしすぎるね。ハイプボーイの春バージョンみたいで、すごくいいな。ニュージーンズなら最高の曲を出すのは当然だよね。風になびく彼女たちの美しい髪を見ながら、この曲を聴くのはとてもいいな。すでに発表されている通り、ニュージーンズは5月と6月に韓国と日本でカムバックする予定です。